はいはいどうも、日々人類のために戦うアンドロイド、ヨルハ9号 S 型こと 9S と、同じくヨルハ2号 B 型 2B。 今日はテレビの前の良い子の一人、愛知県にお住まいの横尾太郎くんから質問のおはがきが届いています。聞いたことあるような名前。よっほん、2つ質問があります。1つ目は、アンドロイドのエネルギーは何ですか？1つ目の答え、エネルギーは水。その通り。一般的なアンドロイドは生成水の後継摂取だけど、ヨルハモデルは体内タンクからチェンバーを通して自動的に反応炉へ補給されるんだ。2つ目の質問、アンドロイドに搭載されている OS チップとは何ですか？待って、嫌な予感が。トゥービーさん、ちょ待って。